XO-5 は山猫座の方角に約830光年の距離にある G 型、主系列星である。四等級は約12等であり、肉眼では見えないが、小さな望遠鏡を使うと見ることができる。2008年に太陽系外惑星 XO-5B がハワイの XO 望遠鏡を用い、トランジット法によって発見された。XO-5B は、 ホットジュピターに分類される。トランジットからは、第二の惑星の存在を示唆する情報は得られていない。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM e x e w o r l s プロジェクトにおいて、XO-5 は、チェコ共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは、 国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、チェコ国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、XO-5 は、アブセラトの XO-5B は、 マクロプーロスと命名された。これらはいずれも、チェコの作家カレルチャペックの著作のタイトルに由来しており、アブセラトノは SF 小説タバーナナアブセラトノに、マクロプーロスは、擬曲 VC マクロプーロスに、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。